個人的な質問していいですか？やだするんですけど、最近あの一人語りの社長の演説系めっちゃ再生数伸びてるじゃないですか。ありがとうございます、皆さん。あれめっちゃええなと思ってるんですけど。マジ嬉しいわ。逆に僕もあれやりたいんですよ、自分で。なんであんなに自分の意見気持ちよく喋って伸びるんですか？届けたいと思うから。やってるし、自分に全然向いてないねん。今日この場に来てくれた人がここに来てよかったって、なんか一個でも持って帰ってほしいって本気で思ってんやんか。そこでもう必死になってるっていう姿があの姿です。それ以外考えてない。そこで何喋ろうとかも正直考えて言ってない、全く。持ってどう思われようとかないんすか？ない。台本とかないんすか？ない。えぐ。むしろほんま何もないで。パワーポイントもないし、私身一つやで。よく言われる。めっちゃかっこいい。私身一つで、本当に大丈夫ですかとか言われんやんか。で、大丈夫かどうかは知らんけど、やる気はもう 120% 全開みたいな。僕もあの領域いけるように頑張ります。どうかな。いけます。いけます。